ケルドン・ジョンソンは、アメリカ合衆国のプロバスケットボール選手。バージニア州チェスターフィールド出身。ポジションは、スモールフォワード。NBA サンアントニオスパーズに所属している。カーメロ・アンソニー、スティーブン・ジャクソン、ラ・ジョン・ロンドラ多くの著名 NBA 選手を輩出している、オークヒル・アカデミーに入学し、2018年、全米の ハイスクールバスケットボール選手格付けサイトである 247sports.com で、カレッジリクルートにおいて、スモールフォワードで13位に位置付けられた。ケンタッキー大学にリクルートを受け、チームに加わった。大学では、PJ ワシントン、タイラーヒーローらと共に活躍し、平均13.5得点、5.9リバウンド、フィールドボール成功率46.1%、 3ポイント成功率38.1%を記録した。1年間だけ所属し、2019年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトでサンアントニオスパーズに全体29位で指名された。スパーズ2019年 NBA サマーリーグのロースターに登録された。一年目の二千十九から二十シーズンは大半を G リーグで過ごし、 NBA ではデマーデローザンの控えとしては17試合に平均17.7分の出場で9.1得点3.4リバウンド0.9アシストなどを記録した。見投げ回数は少ないもののスリーポイント成功率は59%という高確率だった。19位指名で一緒に入団したルカサマーニッチより出場機会は多かった。2020から21シーズンは 開幕前にブリンホーブスが移籍したことに伴い、先発に定着して出場時間を増やした。レギュラーシーズン、ありがとうございます。